甲州マス。甲州マスは、江戸時代に海国で用いられたマス。海の国史以下、国史国宝の部によれば、海四軍の内鶴軍を除く山梨軍、八代軍、駒軍の国中三軍で通用していた、独自の制度。大小切り税法、甲州金と共に、甲州三法と呼ばれ、戦国期の武田氏時代の異性であるとする伝承を持つ。通称は、国マスで、 別称に、大マス、信玄マスとも故障される。甲州マスは、武田氏時代の由緒を持つ職人が作成し、村方では穀物を計量する、日用器具であった他のおこぎにも用いられるなど、精製を帯びた存在であったが、酒や油の計量には、京マスも用いられた。甲州マスの起源は不詳であるが、戦国期には、武田晴信、信玄、 活用り一に拡大した武田両国において、氷涼器具など、土両法の統一が行われていたことが、文書からも確認される。ス水に関しても、全国的に通用していた京マスに対し天文20年、1551年7月11日付、板垣信則、あまり政中連書判物など、武田市時代の皇帝マスが存在していた可能性を示す文書が存在することからも、 武田氏時代の創始であるとする説が有力視されている。海野国では、戦国時代以来、甲州マスを用いて、一票以降にもみにトイレの基準で、俵入り数値が定められていたことが指摘される。この基準に基づいた俵は、甲州病と称された。江戸時代には、海野国史国宝の部では、甲州マスの起源を不傷としながらも、古代のマス性との関わりを考察している。 公衆マスの起源に関して、江戸時代に、甲府城下三の堀内で、マス職を営む、マス屋殿これの申し立てによれば、戦国時代、武田信玄の時代に、マス屋の祖先である、斎駆氏の小倉宗次郎が斎駆御用を仰せつかり、天正十年、1582年の武田氏、滅亡後に会を領有した徳川氏からもマス職を、公認出たという。また、会の国史国宝の部では、 会の国社編纂時点で、山梨県南アルプス市鏡に所在する、宝禅寺に伝来していた永六八年、1565年の鏡山宝禅寺寺業長、現在は毛を引用し、宝禅寺の寺業である、石米百358票6章は二等入りの公衆マスにより換算されていたとしている。小倉総二郎は天正四年、1576年に、勝りから、 不信役免許を受けている御用商人である。武田氏時代に皇帝マスの作成に携わっていたかは不明であるが、総次郎の子孫は近世初頭に形成された甲府城の校長に在住し、江戸時代にはマス屋を称してマス職を営んでいる。江戸時代には民衆の間では甲州マス存続運動における三軍百元首相の願書において、甲州マスは 国防地蔵や稲作伝来と関係させた神話的機器の伝承も形成された。一方、海の国鶴軍は、戦国時代には有力国衆の小山田氏が支配し、鶴軍では、甲州マスより、容積の小さい軍内マスが通用していた。海の国氏によれば、軍内マスは、小山田氏が制定したもであるされ、甲州マスにおける八号三尺三歳三を一章と、し、 新京マスでは二章五号に相当していた。また、国中地方でも海の国二宮、三輪神社、笛吹市三坂町二宮では独自の宮マスが使用されていた。マス屋で製作された国マスは同じく三の堀家事町の単野職である佐伯市により製作された鉄具が装着された。さらに、内側四面と底部にはマス屋の焼き印が、外側には 彩騎氏の夜勤が押された。彩騎氏はマス屋と同じく先祖が神宮御用を務めたという御用職人である。国マスはマス屋の主力製品で鉄具なしは半額で販売し、売り上げは彩騎氏と接班していたという。甲州マスの一章は京マスの三章にあたる。容石は片七寸五分、深さ三寸五分であった。甲州マスは鉄板、金板とも三章マスとも呼ばれた。 上記の高周マスの四分の一のマスは俗に、千字と呼ばれ、一杯、単語、旗語、いっぱいいる旗語マス、四つ入りともいった。すなわち京マス七号五尺入り、片四寸四分八輪、深さ二寸四分五輪である。これはついたち一人のまかない量であった。さらに、千字の二分の一を、中ら千字と呼称した。すなわち高周マスの八分の一にあたる。 京マス3号7尺5冊入、片3寸6分、深さ1寸9分である。またさらにこの2分の1を、小、中原千字といった。すなわち甲州マス1章の16分の1であり、京マス1号8七7冊入り、片2寸6分5輪、深さ1寸7分5輪余りである。以上の4種のマスの要領に関する記述は、本庁土呂剣高校により、ただし、 国史によるとその寸法はまた相違する。江戸幕府は、国高制の基礎となる両政政策において、マスの一元化を起とし、初代名に国マスの使用状況を調査させた。これにより、京マスが公用マスと定められ、江戸をはじめ諸国において使用を義務付けらたが、海の国では国マスの使用が認められていた。天正年、1582年の武田氏滅亡後、 慶長年間に、徳川氏の海の両国経営にあたった、大久保長安ら四部業は、両政統一を期とします屋に対して、京まを手本とした新まを制作させているが、ますやは、武田氏時代の由緒から、国まの作成を制岸し、海一国内に限り存続は認められた。江戸時代には、甲府藩時代から京方九年の幕府、直轄領時代まで何度か国ます開敗が、 試みられたが、村方や町方が一体となった、存続運動が起こり、幕府側が譲歩する形で幕末まで継続された。安永5年、1776年2月には、江戸増座であるたる屋が、幕府に請願して東国における増改めの触れが出され、同年3月には、甲府近番から町方い触れが披露された。マ屋は、国マの存続を請願するが、同年末には、 食分差し止めとなり、四分代官を通じて、財宝へも通達された。安永九年、1780年6月に、江戸から、マス荷物が届くと在方を中心に、国マス鉄板の危機感が強まり、同年8月には、三軍百省は、甲州マス存続の探願書を三分代官に提出し、町方総代からも交付金番へ、国マス存続の願書が提出された。 この運動は天明四年1784年に決着するまで三軍百姓は頑強に抵抗し、甲州マスは他の二方と共に震源時代の温転とする意識が強く、存続運動を通じて甲州三方の震源起源説が強化され、山梨軍岩、久保村、甲府市岩久保町の震源墓所がこれを契機に、 整備されているなど現数廃意識が強化されていることも指摘されている秋山隆氏による明治期には県庁主導により公的使用は廃止されるが生活面での使用は続き大正時代には商工会議所を中心とした廃止の申し合わせにより消滅した楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください